こんにちは、創価学会員のエドモン・ダンテスです。今日も音楽の歌詞をもとに創価学会の御所講義をさせていただきますので、よろしくお願いします。第10回目はオフィシャルヒゲダンディズムの宿命をもとに四条金吾とのご返事を講義します。世間では宿命とは変えることができない運命だと思われがちですが、私たちは自分自身の宿命転換をするため新人に励んでいます。御所1192ページ14行目に運命と出てきますので、今回はヒゲダンの宿命をセレクトしました。では宿命の歌詞を聴いてください。四条金吾とのご返事、御所1192ページ14行目、これにつけてもいよいよ強情に大進力をいだしたまえ、我が運命尽きて書店守護なしと恨むることあるべからず。解説すると、どんなことがあってもいよいよ強く妙法への大きな進力を出していきなさい。自分の福運がなくなったり運命尽きても書店前人の守護がないと恨むことがあってはなりません。たとえ福運がなくなって物事がうまくいかなくても暴れ出したりしないでくださいね。逮捕されたら大変ですから。本文の続きを読みます。将門は強者の名を取り、兵法の大事を極めたり、されども王命には負けぬ。繁華費、長領もよしなし。解説すると、平将門は強い武将として名を高め、兵法の大事を極めたが、朝廷からの命令には従うしかなかった。中国の武将である繁華費や長領も将門と同じであった。では、次の歌詞を聴いてください。溢れ出した声で歌うメロディー、振り向いた未来。ここでは心臓を心と捉えてください。本文の続きを読みます。ただ心こそ大切なれ。新人間革命第28巻革新の章297ページに、日蓮大聖人はただ心こそ大切なれと仰せになっている。心は一切の根本をなす。故にその心を常に磨き抜いていくことが寛容となるのだと書かれています。私は先生、奥様、同志や友人の幸福を祈っている時が一番心が磨かれているように感じます。では次の歌詞を聞いてください。溢れ出した声と合わさって響いた群青の空の下。先生、奥様をはじめ私のことを祈ってくださっている同志がいると思うと感謝は尽きません。では次の歌詞を聞いてください。沈黙が続いたイヤホン、自分の弱さに下がってく未来。では本文の続きを読みます。いかに日蓮祈り申すとも、不審ならば濡れたる口に火を打ち隠るがごとくなるべし。解説すると、師匠が弟子の勝利を祈ってくださっても、弟子が不審ならば本当の勝利はありません。それは濡れた縄に火をつけようとするものです。未来の勝利が遠ざかっていくみたいなものです。では次の歌詞を聞いてください。大丈夫や、頑張れって歌詞に苛立ってしまった、そんな夜もあった。では本文の続きを読みます。励みをなして強情に進力をいだしたもうべし、過ぎし存命不思議と思わせたまえ、
何の兵法よりも不協調の兵法を用いたもうべし。所要恩敵、改質再滅の禁言、虚しかるべからず。解説すると、自分の心を励まして、信じる力を強く強く出していきなさい。業的に会いながらも命があったことは、ご本尊の栗木と思いなさい。どんな兵法よりも、法華経の兵法を用いていきなさい。諸世の恩敵は、皆ことごとく在滅するとの禁言は虚しくないでしょう。次の歌詞を聞いてください。夢じゃない、夢じゃない、涙の足跡。嘘じゃない、嘘じゃない、泥だらけの笑顔。では、本文の続きを読みます。兵法兼業の大事もこの妙表より入れたり、深く信心を取りたまえ。解説すると、兵法兼業の大事もこの妙法より出たものです。夢でも嘘でもありません。深く信じていきなさい。では、次の歌詞を聞いてください。夢じゃない、夢じゃない。肩を組んで叫びたい。僕らの想い、届け。では、本文の最後を読みます。あえて臆病にては可能べからず候。解説すると、あえて臆病であっては何事も叶わないのです。何事も叶えようとするならば勇気が必要だと教えてくださっています。新人間革命第12巻愛嬌の章141ページ。私どもの信心で必死の行動でいかなる事態も必ず打開していくことができる。それが仏法の原理です。だから何があってもくじけてはならない。弱気になり勢いを失えば負けです。どうか勇気を持って行動してください。勇気は力です。勇気は知恵です。勝利の原動力です。とあります。勇気ある信心で宿命転換し、素晴らしい人生勝利を勝ち飾りましょう。ただ宿命ってやつを ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録していただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。以上、ダンテスでした。ただ宿命ってやつを